お疲れ様です。トトゲームズです。本日はウレラプリ2020やっていきましょうということで、今回はですね6月24日木曜日に登場したマンチェスターユナイテッドアイコニックのねアーカスラッシュフォードを使って試合をしていきたいと思います。ノロキチの方ね見ていくんですけれども、ほぼ言うことありませんね。オフェンスセンスが99、決定力が97、キック力がですね99ということで、もう得点力はもうやばいですね。もうやばいとしか言えません。これは打ったらですねほぼ決まると思いますね。さらにですね、ドリブル系も非常に高くてですね、97、97、91ということで、ドリブルしやすいと思いますし、さらにですね、パス系も非常に高くてですね、89、90なんで、ルンメリギよりもね、パス数値は高いんで、攻撃の幅もね、広がると思いますね。さらにですね、ヘディングが94、ジャンプが93、そこに加えてですね、身長が187センチなんで、空中戦も非常に強いと思いますね。で、スピード瞬発非常に高いですね。99、98なんで、スピード負け全くしないと思いますし、フィジカルコンタクト、ボディコントロールもですね、非常に高いですね。これはほぼこけないと思いますし、相手ディフェンダーにもね、対応できると思いますね。アイコニックなんで、ライブアップデートが B なんですけれども、そこに加えてコンディション安定度が7なんで、好調、絶好調がね、非常に出やすいと思いますね。まあ、ただですね、やっぱり、能力者はね、非常にいいんですけれども、逆発進の精度ともに2ということで、ここですね、ムバッペやルンメニゲよりもね、結構低いんで、右足をね、中心に使っていただければなと思いますね。スキルの方を見ていくんですけれども、エッジターンとかのね、ドリブル系やったりあるんですけれども、やっぱり一番多いのはですね、シュート系ですね、ミドルシュート、ワンタッチシュートなどがありますね。で、プレイスタイルがですね、ラインブレーカーですね。スキルもですね、ダブルタッチがないということで、ここもですね、ルンメニゲやったり、ムバッペとちょっと違いますね。それでは、試合の方やっていきましょう。ショーマンチングとしましょう、調子の方は。僕は好調やね。おっと、キーパー調子悪いな。まあ、しゃあない、このまま行きましょうかね。お願いします。ラッシュフォード空いてる。うわぁ、何やそのミス。ラッシュフォードパス。メッシ。オッケー、ナイス。ちょっとなんか意味わからん動き、かかとにさ、当たって、何しようねんと思ったけど。まあまあまあ、ナイス。まずアシストからやね。アシストのパスも、ムバッペとか、ルンメネギとかに比べると高いから、これもまたいいよね。走ってる。いいね、いいね。走ってるよ。オッケー、ナイスー。そう。今ちょっとコンカ気味に打ってたけど、ちょっとコン全然発動されへんかったね。やっぱカーブとかも、ルンメニギよりも高いから、コンカも打ってちゃう。多分前半、最初のね、紹介の部分には言ってないと思うんやけど、コンカも安定して打てるのが非常に高い。90超えてたんちゃうかな、カーブ数値も。メッシがうにゅうにゅうして、ラッシュだー。パス出しすぎや。なんか最近ね、スルーパスが非常に前に行く。なんかボールが、その早くゴールに入りたい気持ちがあるんか知らんけれども、非常に前に行きすぎてる。ちょっと俺は注意して、レッドカードをボールに対して。ラッシュフォード走ってる。ナイス走り。キンペンペか。メッシにも渡しちゃおうか。おい。今、パスもちょっとひどいな、今のは。ひどいけど、オッケー、ナイス、メッシー。パスも高いんやけどな。ラインブレーカーにしてはパス数値高いんやけど、まあめちゃくちゃ高いってわけではないから、やっぱ変なパスは送れんね。はいはいはい、ダッシュ、スピードあって、右足で、ズドーン、ありがとうございます。ありがとうございます。いいね、調子いいね。はい、ネドベント取って、はい、パス、おーい、う？どうされた？喧嘩でもしたんか？愛情持ってプレイしろよ。チームメイトやぞ。メッシ、体力はあるから全然問題なし、ラッシュフォード。ラッシュフォード。そこパワーで負けない、パワーで負けない。うん、倒れはしないけど、パワーでは最後まで。シュート、オッケー。そう。パワー負けしない。こけたら終わりやけど、こけないよね、やっぱり。で、こんだけ走らせても体力もあるっていうのも素晴らしい。終わり。ありがとうございます。5-0は勝利。ありがとうございます。はい、というわけでね、今回は6月24日木曜日のマンチェスターユナイテッドアイコニックで登場したマーカス・ラッシュフォードを使ってですね、試合をしてきたんですけれども、ノロクチ見てもですね、非常にですね、得点力が高かったりですね、ドリブル系、パス系も非常に高いことがね、分かっていただけたんじゃないかなと思いますね。特にですね、パス系なんかはですね、補正かけて89と90あるんで、安心してですね、アシストをね、任せられるんじゃないかなと思いますね。まあ、ただですね、やっぱり逆足頻度性とともに右が気になりますね。右足しか使えなかったり、左足できると結構ね、決定力もね、下がってくると思うんで、やっぱりですね、ルンメニギに比べるとここはですね、使いにくい点になりますね。さらにですね、ダブルタッチがないということも気になりますね。やっぱルンメニギとかムバッペは持ってるんですけれども、ダブルタッチっていうのはですね、非常に簡単で、しかもですね、結構強い技なんで、ここがですね、ないのは非常に大きなデメリットだと思いますね。まあ、こういう点をね、考えていただいて、
今回の方はね、引くか引かないかをね、決めていただければなと思いますね。これからもね、動画が弾んでよければチャンネル登録してくれて嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。